東別町立弁家別中学校は、北海道石狩郡東別町弁家、別429にあった町立の中学校。1947年5月1日、弁家別小学校に併地する形で開校した。なお同日には4番川仮分校と、青山中央分校も設置されている。開校当初は独自の校舎がなかったので、職員室は小学校と同室であり、 教室は1階生誕の部屋と2階の再放射放出を間仕切りして使っていた。1948年12月に独立校舎が寄校され、翌年5月30日に完成した。しかし屋外運動場は小学校と共用であり、その上、新校舎自体も手狭だったので、小学校の2教室を借りて授業を行う日々が続いた。百五十二年六月、 当別町議会で33坪の校舎増築が可決されたものの、その程度では、教室不足や運動状況用の抜本的な解決が望めなかったため、最終的に川向かいの土地へと移転することになった。旧校舎は解体されずに、A 家で移動し、増改築を施されて使われた。なお1952年7月1日には、 青山中央分校が青山中学校として独立した。また四番川分校は1955年に東別中学校の分校へと変更されている。2016年3月、東別中学校に統合され並行した。ありがとうございます。